どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 GoTo トラベルキャンペーン地域クーポン解説ということでやっていきたいと思います。 GoTo トラベルキャンペーンに関してですね、そろそろ始まって2ヶ月ほどね経つわけなんですけども、本来はですね 50% 割引ということでこの企画ね始まったわけなんですけども、予定をですね7月の半ば終わりぐらいですか、3連休ですね、そこら辺まで前倒しした結果ですね、この残りのですね地域クーポン間に合わなかったということで、これがですね10月1日よりね開始になるということで、改めてね解説やっていきたいと思います。まずですね、こちらの配布時期に関してなんですけども、2020年の10月1日ということになっておりまして、これはですね予約した日ではなくてですね、旅行開始日というふうになりますんで、7月からね9月の間に予約した方もねこちら配布対象というふうになります。次にですね、どこでもらえるのかっていう話なんですけども、公式サイトにはねこういう感じで画像出ておりまして、旅行業者等の場合は店頭販売は紙クーポン、ウェブ販売の場合は紙もしくは電子クーポン、宿泊施設の場合は紙クーポンというふうになっておりまして、これからですね予約する方についてはですね、こちらそこまでね困らないかなというふうに思うんですけども、すでにね予約されている方っていうのはちょっとねどうなるかちょっと分かりませんので、予約をねお持ちの方はですね、予約先にどうなるかっていうことはですね確認していただいた方がいいのかなっていうふうに思います。次にですね、この地域クーポンはね利用できる期間なんですけども、旅行期間中のみね利用可能というふうになっておりまして、こちらね公式サイトの画像なんですけども、日替わりの場合はですね分かりやすいですね、その日だけ利用できるっていう感じなんですけども、11月21日からですね2泊3日の旅行した場合は11月の21日22日23日がね利用できるということで、かなりね期間自体短いっていうふうになりますんで、できればですね事前にね利用できるお店をですね考えた方がいいのかなっていうふうに思います。ですけども、じゃあ実際にですねどの店舗で使えるかっていうのはですね、こちらですね2020年の9月11日にねこの動画作成しているわけなんですけども、こちらですねまだ決定してないんですよね。ということなんで、これからね順次発表されていくと思うんですけども、現時点ではですねどこで使えるっていうのが明確にね示されておりませんので、もしね決まりましたら行く前にですねある程度ね決めといた方がいいのかなっていうふうに思います。またですね利用できるエリアについてなんですけども、こちらもですね公式サイトなんですけども、目的地の県とその隣接県でね利用できるっていう風になっておりますんで、この点はですね覚えておくようにしてください。次にですね、地域クーポン自体は旅行代金の 15% ということで、もともとね GoTo トラベルキャンペーンはね 50% って話をさせていただきましたけども、そのうちね 35% は現金の割引、 15% は地域クーポンというふうになっているわけなんですけども、このクーポンについてはですね支払いは行って、その代わりねクーポンがもらえて実質 50% 還元っていうふうになるわけなんですよね。この地域クーポンに関してはですね、支払い金額に対して 15% ねクーポン付与されるわけなんですけども、支払い金額に対して 15% の金額が出されますよね。それが四捨五入されて1000円単位でね付与されるっていう感じになるんですよね。ですので仮にですね支払い金額が1万円だった場合、 15% ということで1500円分のねクーポンが付与されるわけなんですけども、1500円っていうことはですね、こちら四捨五入すると2000円っていう風になりますよね。ですので1万円のね宿泊の場合は2000円の地域クーポンがねもらえるっていう計算になるんですよね。この対象金額に対して四捨五入されるルールっていうのはね覚えておいた方がねお得に利用できるので、こちらね覚えておくようにしてください。仮に1万円の支払いだった場合は四捨五入のねされるっていう関係で2000円のねクーポンが付与されるんで、実質 55% のね割引で利用できるっていった感じになるわけなんですよね。これがですね四捨五入ルールっていうふうになるわけなんですけども、これを考慮していくとですね、仮にですね旅行代金が3333円だった場合、こちら地域クーポンはね 15% ということで499円というふうになりますんで、四捨五入するとですねこちら0円になってしまいますんで、地域クーポンねもらえないっていう計算になるわけなんですけども、これがですね3340円になった場合、 15% はですね
501円になるっていう風になりますんで、こちら四捨五入するとね1000円っていう風になりますんで、7円の差しかないんですけども、1000円分のクーポンですね、もらえるかもらえないかっていった感じになるんですよね。旅行代金とですね還元率をまとめるとこのような風になりまして、四捨五入をね考慮した還元率だと、このね赤枠がついている部分だと少しね値段を上げた方が実質ですね少しねお得になるっていった感じがね起きてしまうんですよね。これね細かく見ていくと3330円と3340円っていうのは10円の差しかないんですけども、地域クーポンのね付与額はね変わってくるっていった感じになるんですよね。旅行代金をですね少し高くした方が実はクーポンがね多くもらえるっていうことが、まあ、結構ありますんで、この点はですね忘れないでねしておくようにしてください。ちょっと細かいですんで、ここまでね求めてないよっていう方ね、まあ、中にはねいらっしゃるかなというふうに思うんですけども、この境目のね見極めが分かっておくとお得にね旅行できるっていう風になりますんで、ひとまずですね旅行代金の 15% は地域クーポンっていう風になるわけなんですけども、その 15% の金額が四捨五入されてクーポン付与されるっていう風になりますんで、こちらはですね押さえておくようにしてください。いかがだったでしょうか。今回は GoTo トラベルキャンペーン地域クーポン解説ねさせていただきましたけども、やっとね地域クーポンね開始になるということで、かなりねお得にね旅行できるんではないのかなというふうに思います。またね東京もね追加になりそうなね感じがしておりますんで、今までですね利用できなかった方もですね GoTo トラベルキャンペーンね楽しめると思いますので、ぜひね利用できそうな方はですね利用してみていただけたらなというふうに思います。先日ね私の住む神奈川県でもですね県内限定のねキャンペーンもね追加でやるような話をですね聞いておりますんで、できればですね GoTo トラベルキャンペーンね楽しんでいきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ALA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことにねついて発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。